マスオ TV。 はい、マスオ TV と、Hey guys、 マリマスさんと、はい、今日はですね、ちょっとね、ダンテとちょっと事務所で空き時間があったのでね、ちょっと一緒に動画に出ていただきました。はい。でね、今日はですね、ダンテにね、あるものを使ってね、僕を作っていただこうと思います。僕はね、プロですよ。いや、なんかひどいのができそうなんですけど、皆さん、チャンリオメーカーって知ってますか？こちら、多分ね、今ポンって出てると思うんですけど、これ、サンリオのキャラクターっぽい、なんですか？キャラクターを自分で作れるっていうサービスなんですよ。結構流行りましたよね、前に。あー、なんかあったね、アプリで。ちょい前に流行ったよね。うん、で、はい、ということでね、今日はダンテ君に、僕の画像を作っていただこうと思います。はい、はい、これだとね、こうなんか変な風には絶対できないと思う。そう、変な風にできないから、可愛くできるはずだよね。この前作ったもので、はい、ということでダンテ君が今、描いてくれてます。ちなみに僕は今ね、見てません。なんだなんだ。でもさ、このサンリオのキャラクターって可愛いからさ、変なんなんないでしょ。いや、どうだかね。なになになに、もう今どうなってるか分かんないですからね。はい、ダンテ君はいつもサングラスをしております。はい、シャイなんで。シャイなんで必死。お、結構うまくできてる。嘘、ちょっと鼻見せて。鼻、お、画像見て、画像、ほら、こんな感じ、こんな感じ。なんて必死になると思う。何もあれだね、うん、お、男の子だからね、話せなくなるからね。人ってのことしかできない。そうなんですよ、あの、普段こういう感じ。なんか動画での俺と普段の俺ってなんかだいぶ違いはあるよね。でもなんかやたら笑う日もあるんですけどね。ああ、あるね。ちょっとツボが浅い日、何言っても笑うよこいつみたいなね、そういう日もあるんですけど、今日は通常ですね。多分天気が雨だからこう、うん、それご機嫌斜めなのかもしれない。今できてるんですよね、どんな感じかわかんないですけど。口、はい、こっち見ないよ、こっち。ああ、歯が特徴だって初めに言ってた。あ、歯が特徴。あ、この前似顔絵描いた時ね、うん、服、お、いいのが、お、あった。これの服にしよう。お、服とかも変えられるんだ。ちなみに言っておきますけど、別にダンテ君このテンションがとても低いわけではないですからね、はい、皆さん、はい。でもね、ダンテ君元気ないっていうね、そういうコメントがあるんですけど、まあこんなもんです、はい、普段の。はい、集中するとこんなもんです。どうしよう。できてる、できてる。うん、すごい。この作ってる画面もちょっと面白そうだな。まあ、チョッパーにしようかな。チョッパー。え、イメージはどんな感じ？イメージは、まっすぐ錬術師だよね。意味が分かんないけどね、その名を、読み方も。え、これ、ツイッターのサムネになるの？いや、ツイッターのサムネはちょっとなんないかもしれないけど、ツイッターでつぶやこうかな。あー、できた。お、決定。題名は？題名は、これです。マスコこれか。やべえ、ちょっと似てる気がする。どうですか、似てますか。でも顔は多分似てる。うん、なんかわかるわ、キティちゃんのやつつけてるし。あんま種類がなかった。うん、あんま種類ないんだ。ダウンロード。あ、ダウンロード。あ、これでダウンロードできるの。いいね、これダウンロードしよう。はい、ダウンロード、ありがとう。はい、ということでですね、どう、出来は。微妙。まあ、なんか限られた中でね、頑張った方だと。頑張ったね。はい、はい、ということでダンテ君作ってくれました、ありがとう。いい、すごく、はい、僕の彼女作ってくれてありがたいです。いいよ、これマスコで。そう、マスコだけどね。マスオくんだよ、普段マスオくん。普段こんな感じ。俺、僕こういうのじゃないですか。はい、ということで皆さんもね、ぜひ、多分知ってる人多いと思いますけど、チャンリオメーカーぜひやってみてください。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ダンテね、これつぼってる。ありがとう、ダンテも。いや、マサオくんの真似して。ありがとうございました。以上、マサオ TV でした。バイバイ。